現地時間9月26日、第19回杭州アジア競技大会、卓球女子団体の決勝が行われ、日本は中国にマッチカウント0対3で敗戦し、銀メダルとなった。一方で張本美和、木下アカデミー、の目覚ましい躍進ぶりが中国でも話題となっている。フォト、日本女子卓球の新エース、可憐にして豪快な早田ひなの厳選ショットをお届け。この日、 世界ランキング17位の長本は、第3試合で同3位の大盤行く、中国、と激突。1月3日、11から4分の6マイナス7分の11マイナス11分の11マイナス13、で敗れたものの、積極的な攻撃と驚異的な粘りで中国卓球界次世代エースを苦しめた。そんな15歳に注目したのが、中国卓球界で大魔王、と称される東亜氷さんだ。 1992年バルセロナ、1996年アトランタ五輪で2大会連続金メダルを獲得したレジェンドのコメントを中国メディア、ソウフは次のように紹介している。張本美和はまだ15歳なのよこの試合を見ても彼女のフォアハンド、バックハンド、そしてサーブは非常に革新的だったわ。中国チームはもっと彼女と彼女の進化に注意を払う必要がある。 近い将来、我々の強敵となること間違いなし。張本は兄の友和と共に、日本卓球界次世代エースの候補に上がっている。今後の成長が楽しみな、天才中学生から目が離せない。